ちょっとこれ売っていきたいと思います。これメーカーはどこっちを出すかね。 S&T です。あ、 S&T なんですね、はい、これはもうプラスチックでもすげえ重いっすよ。こっちはまあメタルっすよ。メタルっていうかなんか金属。これいくらぐらいですか。お店で買って3万2,000円ぐらい。あ、これでその値段って結構安くないですか。パッキンだけはもう変えてます。パッキンだけは宮川パッキン、はい。まあ、これもいつもの理由で飛距離を伸ばして、ええ、ああなるほど。まあ別にそんなに弾道が悪かったわけではなくて、ああ受け身だけでよかったです。ああよかったですね。ただ距離的にちょっと欲しいかな。はいはい。最初から綺麗。あれこれどうやって撮るんですか。マガジンです。マガジン。それを起こすんです。これ、はい、それを起こすこういう、あ、そうそうそう、ちょっとオールドチックという、こう言われないですね。ちょっとオールドチック、ね、なんかちょっとシステムが、マンダラチンはこう、あ、このレールがあるんですよ。なんかレールに噛み合わせて、ここに多分このレールに沿ってこれを入れると、これでいいかな。で、あ、なんかもう勝手になったけど、倒れましたね。セーフに。柔らかい。で、これはセミですか。今セミですね。セレクターはそのトリガーガードの中の棒です。あ、またここそれを後ろに下げればフルオート、前にやればセミオート。一番前がセーフか。いや、セーフティーはこれなかったんじゃないかな。あ、本当や、2つしかない。電動版のセーフティーはそのコッキングレバーがセーフティー。コッキングレバー、あ、これそうです。それを引いてで押し込むことができる。切るときに引っ掛ける。そうそうそう、なかなか硬いんですけど。あ、それがセーフティーになってる。そんなわけない。これで、で解除するときはそれを外側に押して。はい、もうわかんない。まあちょっと打ってみます。段取りです全部顔面ど真ん中に、うん、でもただちょっとなんか これに慣れてねえけん、すげえトリガーが遠くに感じる。すげえ遠くに感じる。なんかこう引き用の間ちょっとブレてしまう。でも純正でも逆に差し溜め、でも純正でも逆に差し溜めの方が、ちょっと風が強いから、風がすごい、すげえ左に置かれて処理ができた。もうちょっと風か、右グリップ部分を削り込むか。すげえます。あ、やべえ、もうこれ電源ねえかもしれん。よみがえってくれ。はい、フルオート。Thank you.
あれ、ちょっと待って、これブローバックだ。今気づいた、電動ブローバックなんだこれ。そうなんだ、最初ガスかと思ったから、ね、これすげえ、次世代じゃんこれ次世代っすよ。次世代ですね、次世代ペペシャン、次世代ペペシャン来ましたね。これ巻いてあるんですかね。あ、もう巻いてあるじゃん。岸田君が、はい、めっちゃ重いやろかなり重いやろ。これ気合い入りますね。ちょっと演技が入ってますね。重たい振りをしても入ってない。なるほど。あのしっかりガチッと下から叩いてやって。ちょっとあの引いてなくて。お、OK じゃないですか。OK。なんか振動してるんですけど、これ何ですか。あ、それごめん。あ、やっぱもうこいつがダメだわ。もうこれいいわ。なしで。バイブレーション切る。バッテリー切る。どう持つんですかこれ。こう。あ、それが正しい。え、そうなの。めっちゃ重いよね。下から支えた方がいいと思う。いや、はい。次世代ですね。充電しないと。お久しぶりです。今回に帰るけど、今上の2階大事に。ああ、そうね。しますよこれ。重いね。めっちゃ重いですこれ。5キロぐらいあるんじゃないかって感じがするような。これは8割方演技ですね。これちなみにドラムマガジン何？2000ぐらい入った。あ、ちょっと上から撮ってみて、上の動きはいいよね。よし。初めてしたドラムマガジン下で支えるものって。いや、なんかこう持ってるイメージありましたよ。ここでこう持ってるイメージ。あ、見て。楽しい。ここはなんかグラスで気になるんですけど、ね、もう最初から染めたっていう。あ、そうなんですね。もげそうな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 。ペコペコしてますからね。まあ、こんな感じです。以上です。現場から以上です。
5キロぐらいあるんじゃないかって感じがするよね。8割方演技ですね。